横浜市営地下鉄ブルーライン。ブルーラインは、神奈川県藤沢市の湘南台駅から横浜市、青葉区のあざみ野駅までを結ぶ横浜市営地下鉄の鉄道路線である。ブルーラインの正式名称は、横浜市高速鉄道1号線、横浜市高速鉄道3号線である。正式名称は、途中の関内駅を境に分かれており、湘南台駅関内駅間が1号線。 関内駅あざみの駅間が3号線であるが、関内駅を始発、終着とする列車は運行されておらず、同駅を通る列車はすべて1号線と3号線を直通している。正式な起点は1号線、3号線とも関内駅であるが、運行系統上、起点は湘南台駅になる。横浜国際港と建設法及び都市計画法等に基づく。 都市高速鉄道としての名称は、横浜国際港と建設計画都市高速鉄道、第1号市営地下鉄1号線、藤沢都市計画都市高速鉄道1号線及び、横浜国際港と建設計画都市高速鉄道、第2号市営地下鉄3号線である。4号線、グリーンラインの開業により、交通局の地下鉄路線が一つでなくなったため、 同線が開業した2008年3月30日より、公募で決定した路線相性ブルーラインの使用を正式に開始した。路線相性の由来は、青が横浜を象徴する色であり、開業時から車両やサイン類でも使用されていて、路線のイメージカラーと認識されていることから、ラインカラーもブルーである。駅ナンバリングで使われる路線記号は B。本路線は、 湘南台駅から、泉区南部、戸塚駅、港南区中心部、上大岡駅、南区中心部を経て、横浜都心部である伊勢崎町、館内、桜木町、横浜駅に至る。桜木町が、野毛町と港未来地区の中間地に位置するため、横浜都心を事実上重層している。横浜駅からは、神奈川区中央部、新横浜都心、港北ニュータウンを経て、 青葉区のあざみ野駅に至る。横浜都心や福都新郡と横浜市郊外をこの字型に貫く横浜市内の放射型鉄道としての機能を発揮している。横浜都心や福都新郡と横浜市郊外を重装する鉄道として各社支鉄路線との接続駅も多いめ、他社線とのフィーダー機能も兼ね備えていると言える。東京地下鉄、東京メトロの銀座線。 丸の内線と同様に関東で第三機乗方式を採用している路線である。本路線の開業以降、日本で建設開業した第三機乗方式の地下鉄は、本路線を含めた既存路線の延伸、もしくはそれらへの接続を目的として建設された路線のみであり、純粋に新規に建設された地下鉄として、第三機乗方式を採用した路線は日本では2018年現在、 本路線が最後となっている。1972年の開業時から首都圏では珍しかった自動改札機を本格的に導入していた。当時首都圏では他に1973年開業の国鉄武蔵野線で12駅、1979年開業の北総開発鉄道、多数車で少数が試験導入されていたのみであり、首都圏での本格的な自動改札機の導入は、 国鉄民営化後の1990年以降である。2000年代に全駅のホームドア設置を完了した。当初、1965年の計画では、3号線は、勝田、幸福に言ったウ付近市に横浜、横浜駅、伊勢崎町山下町本木間であり、勝田で4号線、鶴見津那島勝田元石川間と、横浜で2号線、 神奈川新町横浜駅藤田吉野町、滝頭屏風が浦間と伊勢崎町で1号線、伊勢崎町大城、大岡戸塚湘南大館と連絡する予定であった。しかし、首都高速道路の建設計画と重なったため、伊勢崎町駅の予定地を小上江町に変更して、館内駅とし、1号線と直通運転を行うべく、方向別ホームが建設された。そして、 関内駅から本木方面に向かう計画だったが、結局1号線と完全に直通運転を行うことになったため、関内駅本木方面の計画は中止された。本木方面への路線は、その後横浜高速鉄道港未来線が引き継ぐ形となった。しかし、本木、磯子方面へ向かう際は、関内駅にて根岸線に乗り換えるのが主である。 3号線などの後から開業した区間のトンネルは、ナット向効法が多用され、第3機上方式の地下鉄にしては、トンネルの天井が高くなっている箇所も多い。湘南台駅付近は、相鉄泉谷線と2段式のトンネルになっている。さらに、泉谷線湘南台駅開業が、本路線開業より早かったため、泉谷線は地下3階、本路線は地下2階となっている。 三号線の三沢下町駅、岸根公園駅間は、当初民有地のもとを直線的に結ぶ予定であったが、住宅の地下を通るため騒音が予想され、現在の三沢上町、片倉町周りのルートに変更されて、なるべく道路下を通る、容体誘拐して建設された。それでも、JR 線より0 9トル短い。これは、 表向きは住宅街の直下を走ることによる騒音を懸念した住民への配慮であったが実態は横浜駅、管内、港未来方面へ買い物客が流出することを恐れた六角橋付近の商店街関係者による反対運動や並行する東急東横線を運営する東急電鉄の横槍であったとの見方もある。それでも民有地の下を通らざるを得ない区間は 騒音対策のためバラスト軌道になっている。横浜駅、桜木町駅、館内駅という横浜市都心と、新横浜駅、あざみ野駅、港北ニュータウン各駅、上大岡駅、戸塚駅等の副都心群を連続して接続する唯一の鉄道であるため、横浜市都心からあざみ野駅や港北ニュータウン各駅、あるいはあざみ野駅、港北ニュータウン、 新横浜駅から上、大岡駅や戸塚駅の移動経路、戸塚駅から長五街道を経由した湘南台駅までの経路な本路線によって発達した移動経路が多く存在し、横浜市内の人口分布の各区平準化や地域一体化にも寄与している。横浜市交通局は港ぶらりチケットによる横浜駅、高島町駅、桜木町駅、 関内駅、伊勢崎長者町駅の一日乗車券と、横浜市都心部の観光拠点を周遊する赤い靴、号の一日乗車券機能を兼ねえた、観光客向け一日乗車券を整えており、さらに、新横浜駅を起点とした機能を付加した、港ぶらり、チケットワイドを用意することで、観光客への利便性を維持している。本路線の建設により、あざみの駅、江北ニュータウン、 新横浜駅から横浜都心や上、大岡駅への直接移動経路が確立され、運賃や移動時間とも優位性があると言える。さらに上、大岡と戸塚間や戸塚と湘南大駅間の移動経路は本路線に依存するため運賃や移動時間とも優位性が高い。本路線が持つ、指能が横浜市都心部である伊勢崎町、館内、野毛、港未来、横浜駅へ、 各福都心群に夜行が行くから乗り換えなく移動ができることであり、本路線が唯一となっている経路も多く横浜市の都市計画の骨格ともなっている。港北ニュータウン計画の進展や4号線、グリーンライン計画の見直しなどで4号線との連絡駅はセンター北とセンター南の両駅に決まり、同線は南の中山駅に向かうこととなったため3号線が代わりに 元石川まで延伸することとなった。元石川駅の位置に関しては、東急側が多摩プラザ駅を強く主張したのに対し、横浜市は1977年に開業したあざみノ駅に固執した。結局3号線の終点はあざみノ駅となったが、開業後も長い間同駅には、田園都市線の快速、1996年4月廃止野休校が停車せず、 地下鉄開業に伴って乗降客数が激増したため乗り換え駅としては不便状態となっていた。しかし、横浜市からの要請を受け、藤ヶ丘駅の上り通過線設置工事が完了した後に行われた2002年3月28日のダイヤ改正で、田園都市線の急行が2007年4月5日からは、準急も車するようになり、一応のところ決着がついた。 新しいうあざみの間のみは、地下高速鉄道ではなく、ニュータウン鉄道としての補助金を受けて建設されたので、補助金制度の違いで見れば、厳密な意味での地下鉄に該当しない、神戸市営地下鉄、静新山手線のみょに駅、静新中央駅間も同様。基本的に1号線と3号線を相互直通しているが、3号線内のあざみの駅、 新横浜駅間や1号線内の湘南台駅から、上、長屋駅間などの区間列車もある。日中時間帯は30分あたり、湘南台駅、あざみの駅間の快速が1本、湘南台駅、あざみの駅間の普通が2本、踊り場駅、あざみの駅間の普通が1本、湘南台駅マイナス新は駅間の普通が1本、運行されている。終夜運転は、 2008年度の大晦日終電後から元日の早朝にかけて初めて実施した。全線で6往復運行し、うち1往復は伊勢崎長者町駅あざみの駅間を折り返し運行となった。戸塚駅マイナス新は駅間で快速運転を行う。この区間内の停車駅は他車線との乗り換えのできる戸塚駅、上大岡駅、館内駅、桜木町駅、 横浜駅、新横浜駅と、車両基地所在駅であり、緩急接続が可能な上、AA 駅、新田場駅を加えたものとなっている。なお、両端の区間となる湘南台駅と塚駅間と、新和駅、あざみの駅間は各駅に停車する。運行時間帯は、平日が10時から16時、土休日が9時30分、20時30分。 運行本数は30分間隔の1時間あたり2本。平日、土休日の15時台と、土休日の湘南大発9時台とあざみの発10時台のみ1本で、全列車湘南大駅あざみの駅間を通して運行される。2017年3月4日より、9時30分から16時で、あった土休日の快速運転時間帯が20時30分までに拡大された。 すべての列車が環球接続を行い、両方向ともに上、長屋駅で踊り場駅発着の普通に、新田場駅で湘南台駅の快速が当駅始発の普通に、接続するあざみの駅については、当駅止まりの普通の接続を受ける。所要時間は、湘南台駅あざみの駅間、全線が普通列車で69分なのに対し快速は60分。 戸塚駅管内駅間が17分、横浜駅新横浜駅間がノンストップで8分である。車両の方向幕表示や駅構内の案内では赤色で案内される。第三期情報式で優等列車の運転を行っているのは日本では初めてとなり、現在も本路線のみとなる。1972年の開業時から40年以上に渡って、 急行運転は行われていなかったが、2012年に2014年度を目処として優等列車の導入を検討していることが明らかとなった。2014年には2015年7月の導入を目標としていることが報じられた。2015年2月には快速電車の停車駅が報じられ、湘南大安ミの間を各駅停車に比べ約10分、 短い約60分で結ぶことが、命ラになった。2015年5月13日には、同年7月18日に、ダイヤ改正を実施し、快速の運転を開始することが発表された。日中時間帯は30分あたり、湘南台駅、あざみの駅間を直通する列車が2本、踊り場駅あざみの駅間と、湘南台駅マイナス駅間の区間列車が、 1> 各一本ずつ運行されている。区間列車について、踊り場駅発着の普通は上、長屋駅で快速の待ち合わせを、新たば、駅発着の普通は、始発、終着駅の新和駅で快速と接続を取るため、快速通過駅と中町台駅や座ミの駅間、中田駅湘南台駅間の各駅へのアクセスも、便宜が図られている。日中を除く、 時間帯は全列車が普通となり、多くの列車が、あざみの駅湘南台駅間を直通して、運転するが、早朝や深夜を中心に、車庫のある新は、駅、上、長屋駅を発着する、入出庫列車が多数あり、平日に限っては、あざみの駅踊り場駅間の区間列車も多数、設定されている。その他早朝に、横浜発あざみの駅が1本、新横浜発湘南台駅が1本、 深夜に、あざみの駅新横浜駅間の区間列車数本と、正大駅帯上大岡駅間の区間列車も1、往復設定されている。また平日に1本、土休日に6本、あざみの初の上長屋駅列車で、終点の上、長屋駅で、湘南台駅に接続するものが存在する。車両の方向幕表示や駅構内の案内では、青色が主に使われるが、 三色 LED 車両への配慮から緑色とする場合もあり必ずしも統一されていない。2007年12月15日よりワンマン運転を実施している。このため同年2月より各駅にホームドアが設置され4月より随時稼働を開始した。なおこれに先立ち1月20日より ATO による自動運転も開始している。 ワンマン運転を開始する前より、ドア開閉は、車掌ではなく、運転士が運転台にあるボタンの操作により、ホームドア開閉と共に行っている。ホームドアは、当初2月から稼働開始の予定だったが調整が遅れ、4月7日に、あざみの駅で稼働を開始し、9月15日に、全駅で使用開始された。 ホームドア稼働開始当初は発車の際は車掌が笛を吹かずに車両に備えてある乗車促進放送を使って発車の合図としていたがワンマン運転に向けて発車サイン音が整備され同年11月頃から各駅で順次使用を開始しているまたグリーンラインも同様のチャイムを使用している踊り場駅と下飯田駅については ホームの線路際の青色の乗車位置に電車が停車されず、大体として乗車位置のステッカーをホームドア前の床に重付している。ホームドアの色はドアが上部に細い青線の入った白で、柵は白である。また、車両間には銀色の柵が設置されている。接近放送は全駅にホームドアが設置、稼働されワンマン運転が開始された後も、 危ないですから、白線の内側にお下がりくださいのままとなっていたが、グリーンライン開業に伴って、接近放送がご注意くださいと変更された。また、優先席についての放送も、市営地下鉄では、席の譲り合いをお願いしています。に変更された。2015年3月14日に、快速運転に向けて自動放送の更新が行われ、 種別案内をするようになり、同時に、ご注意くださいが、ドアの前を広く開けて、お待ちくださいに変更された。ただしドア閉めのアナウンス、番線ドアが閉まります。ご注意ください。は更新されていない。なお、グリーンラインはそのままである。すべて6両編成で、湘南台寄りが1号車、あざみの寄りが6号車となっている。ワンマン化に伴い、 ブルーラインは全車両を3000型に統一されている。車両番号の付け方は1000の位で、形式1の位、湘南台よりが1で、連結位置を表し、100の位と10の位は形式に関係なく、導入された順に0位からの連番となっている。新型車両に置き換えられて廃車された場合でも、番号は詰められていない。系型は、 共に2006年12月16日で営業運転を終了した。また、三津沢上町、片倉町間で、どがや区方、沢町を走行する。終点のあざ美野駅から、青葉区のすすき屋付近まで延伸し、最終的には、川崎市浅奥区の新百合ヶ丘駅まで延伸する計画がある。現在、この区間は、東急バスと小田急バスの協定路線。 新23系統によって結ばれている。2000年の運輸政策審議会答申第18号では、アザミノススキノマが2015年度までに開業すべき、路線、ススキヤから新百合川岡間が、同年度までに整備着手が適当である路線にくらい、置けられた。その後、横浜市の2014年度予算案に調査費などが盛り込まれ、事業化に向けて大きく前進することとなった。 2014年8月から2015年3月までの予定でルートの検討や地質調査に着手した。さらに現在では事業家の判断材料となる技術的要件や採算性などの調査が2018年度末までの予定で進められている。なお湘南大駅から西側への延伸計画はないもののブルーラインと同様に 湘南大駅へ接続している相鉄泉野線については延伸計画が進んでいる。本路線の建設に伴い駅が設置された地域において市街化調整区域も少なからず残存する。人口や人口密度の高い横浜市において高度の社会資本である地下鉄が開業した地域においては土地の高度利用促進の観点から早期の区画整理と 市街地への編入が課題となっている。2016年よりブルーラインに限りではあるが、駅名標などのサインシステムが改定された。これにより、広脇寺駅を皮切りに、駅名標やサインシステムを順次新タイプのものに交換している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。